金沢大学附属小学校とは、石川県金沢市にある国立小学校。金沢大学の附属学校。正式名称は、金沢大学人間社会学域学校、教育学類附属小学校である。1学年105名のほぼ全員が、金沢大学附属中学校に進学する。1949年、石川県市販学校附属小学校と、 石川県女子師範学校付属小学校が統合し、広坂通り88番地に、金沢大学石川県師範学校付属小学校が発足。1951年、金沢大学教育学部付属小学校と、解消する。1995年9月、付属幼稚園、付属中学校とともに付属高校の所在する平和町キャンパスへ移転した。なお、 旧高地の広坂には2004年9月に金沢21世紀美術館が開館している。幼少中一貫教育を実施している。第三学年で外部の小学校から複式学級への編入も可能である。ただし、付属中学から付属高校へは学年の半数程度しか入学できないので注意が必要である。ふれあい広場の芝生は柏の木々に取り囲まれている。 1972年度以降の卒業生が記念植樹した柏の木はかつての広坂校舎から現在の平和町キャンパスに移植され心地よい木陰を作っている制服があり着用が義務付けられているランドセルのみならずリュックでの登校もか金沢大学人間社会学域学校教育学類の付属学校として初等教育の理論と実証の研究を行い 教育現場に必要な情報の提供を行う。また、教育現場の諸課題に取り組み、教育研究を通して、地方教育の進展に資する。また、教育実習等を通した学生の指導を行う。唯一ある、クラブ活動として、厳格合奏部がある。必ず入らなければいけないわけではない。外部から講師を呼んでいる、本格的なクラブ。 小学4年生から入ることができ、みんなで楽器を演奏する。6年生の参加する、金沢市小学校連合音楽会の演奏にも参加している。金沢大学附属幼稚園以外の幼稚園及び、保育所から第1学年として入学する場合、同校が行う入学試験を受験しなければならない。また、その他に、複式学級が設けられており、第3学年で他の公立、 私立小学校からの転入も可能。この場合も同校が行う入学試験を受験しなければならない。ありがとうございます。